どうも、石川です。はい、これより登録完売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロック、香川、愛媛、高知の2020年度、問81から問90までの過去問について解説していきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。第4章に入ってまいりました。皆さん。どうでしょうか？第4章。特に、四国ブロックはですね、第4章、ちょっとこう、癖のある問題も、見受けられますので、毎年ですね。なので、皆さんしっかりと、頑張っていきましょうね。はい、それでは、早速見ていきましょう。問い81番です。次の記述は、医薬品医療機等法第1条の条文である、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、この内容なんですけど、この第1条ですね、これ、全国的に、他の地域でも、毎年よく出題されるところになりますので、必ずできていただきたい問題となります。いいでしょうか。なので、特にこれ穴埋めで、このように穴埋めで聞かれてきますので、今回ここで、穴埋めで聞かれているところも大事なポイントですし、あとは他のところも穴埋めで聞かれてきますので、ぜひぜひ過去問やっていただく、あとは、全国で、類似の問題がありますので、ぜひそのようなところをですね、取り組んでいただいて、どのようなところが重要なポイントなのかなっていうところをしっかりと把握できるようにしていきましょう。はい、で、そのように重要なところとしてはですね、例えば1行目、この法律は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び、そして、再生医療等製品というものが入ってきますよね。まずこのあたりもですね、穴埋めでいろいろ聞かれてきますので、しっかりとチェックしていただきたいところとなります。そしてその後よく聞かれてくるのが、品質、そして有効性、および安全性。この品質、有効性、安全性、このあたりもよく穴埋めで聞かれてきますので、しっかりと押さえておいてくださいね。はい、そして、ごめんなさいね。並びに、これらの使用による保健衛生上の、この保健衛生ってとこも穴埋め聞かれてきますよ。押さえておきましょうね。はい。ということで、今回は、危害の発生及び拡大の防止というような形で穴埋めになっているかなと思います。はい。そして、必要な規制を行うとともに、そして、括弧Cのところですね。そこは指定薬物。これもよく聞かれてきますから、絶対にできるようにしておいてくださいね。はい。そして、あとは、その、C のところの最後、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器の、この医療上特にその必要性が高いというところも聞かれてきますし、医薬品と医療機器も全部じゃないかって話になっちゃうんですけど、いや、そうなんですよ。で、あとは、研究開発の促進という言葉もこれ大事なので、ぜひぜひ、あとさ、一番最後、保健衛生の向上というところですね。ここもですね、大事なところです。要は、今、ほとんどだったんですけど、全国的に今、私が申し上げたようなところが穴埋めで聞かれてきますので、ぜひどんなパターンが出てきてもですね、わかるようにしていただきたいと思います。はい。ということで、問い81番は5番が正解となりました。では、次行きましょう。問い82番です。次の記述は、法第1条。の、5の条文であると、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、こちらなんですけど、いやー、これちょっとこの問題出てきたかと思うんですけど、そうなんですよ、これ、全国的にほとんどこのような問題が出てこないです。ただ、類似の問題がですね、過去に、勝ったかな、なかったかな、ぐらいな感じなので、結構これ、いやー、ここ突っ込んできたかというところにはなります。なので、ここはですね、できなくてもしょうがないかな、ちょっと難しいなっていう感じはあるんですけど、次出てきた時にはですね、このような問題できるようにしておいていただきたいと思いますので、ぜひぜひ穴埋め、穴埋めで引かれているところはですね、押さえておいていただきたいなと思います。で、ちなみに A のところですけど、登録販売者、それから医薬関係者というところで、どちらか選択するような形で医薬関係者になりますけど、医薬関係者、お薬、
医薬に関係しているところなので、薬剤師もちろんそうですし、登録販売者も医薬関係者というような位置づけになりますので、なので、まあ、そのようなね、医薬関係者という言葉も、押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということでこちら問い82は4番が正解となりました。では次行きましょう。問い83番です。登録販売者の販売受理登録に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A、B が誤りなんですけど、まあ、そもそも販売従事登録って何ですかっていうところなんですよ。はい、この販売従事登録というのは、登録販売者に合格しました。合格証をご自宅に届くんですよ。で、そうするとですね、じゃあもうお仕事、もうさ、まあ、もうお仕事勤めてますよと。登録販売者、ドラッグストアとかでですね、もうお仕事勤めてますよってなった場合とか、あとはこれからお仕事先見つけますよとかってなった場合、その店舗のところで、販売従事登録というものを行っていきます。だからまだお勤め先が決まってないよという場合はまだやらなくていいんですけど、もう決まっています。あとは、もう今従事してますということであれば、そしてそこで登録販売者として働きますよということであれば、この販売従事登録というものを行っていきます。まあ、それについての内容なんですけど、はい、それで A なんですが、同時に複数の都道府県知事の販売従事登録を受けることができるよって言ってます。これ何かというと、例えば、まあ、関東圏でちょっと、関東圏じゃなくていいですね。四国なのでね。香川でね、勤めておりますと。でも、ちょっと、県をまたいて、高知でも、ちょっとお仕事始めましたってなった場合は、じゃあ、両方でその販売従事登録をやるんですかって言ったら、これはどちらか片方一度やれば OK です。そうなんですよ。なので、ここ同時に複数ということではなく、どちらか片方一度行えば、それで十分ですので、なので、A はこちら誤りとなります。はい。それから B なんですけど、販売従事登録を受けようとするものは、従事先の住所地に関わらず、自らの住所地の都道府県知事に申請書を提出しなければならないとあるんですけど、はい、これ誤りでして、自らの住所地っていうところが誤りです。そうなんですよ。どういうことかというと、そのお勤め先が決まっています。で、まあ、あと、もう今、お仕事を してますってなった場合、そこで販売従事登録を行う場合は、その店舗があるところの住所地ですね。店舗があるところの知事の、に届け出を、こちらですね、提出を、申請書を提出をしていきます。なので、こちら、自らの住所地ってなっていると、自分が住んでいるっていうことになっちゃいますから、それ違うんですよ。なので、例えばなんですけど、愛媛に住んでます。でも、お勤め先は香川ですってなった場合は、愛媛に住んでいるので、ここの都知事の許可を受けるのではなく、お店がある香川のところの都道府県知事のに申請書を提出しなければなりませんので、なのでそれが自らの住所地というところが誤りになります。そのお勤めになる店舗の住所地になりますので、はい、こちら B は誤りでしたね。はい、そして C と D は正解なんですけど、一応 C なんですが、こちら、30日以内にその旨を届けて、この30も他の数字で聞かれてきますので、間違いないようにしておきましょう。はい。ということで、問い83は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い84番です。医薬品に関する次の記述について、正しいものを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。まず1番なんですけど、日本薬局法に収載されている医薬品の中で、一般用医薬品として販売されているものはないよ。そんなことないです。あります。何かというと、例えば消毒用エタノールとかもそうですし、あとは何ですかね、精製水とかもそうですよ。なので、市販薬、一般用医薬品として売られているものもありますので、1番は誤りです。はい、そして2番は正解なんですが、一応2番、医薬品は製造販売業の許可を受けたものなければ、
造、販売してはならないよ。ここもよく引っ掛けてくるポイントです。何かというと、しっかりと製造販売業なのか、製造業なのかっていうのを見極めがちゃんとできていなければなりません。製造販売業はいわゆる、医薬品のメーカーさんのことになりますし、そして、こちら製造業に関しては工場に、なってきますから、ここの違いをですね、しっかりと見極めていただいて、製造販売業の許可を受けたものでなければ製造販売なので製造販売って書いてありますから、ここ、例えば製造販売業の許可を受けたものでなければ製造してはならないとかって言ってきたらこれ罰になりますので、そんな引っ掛け問題、気をつけてあげてくださいね。はい、ということで2番は正解、そして3番ですね、高において、人または動物の体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされるものであって、機械器具等でないものは全て医薬品であると定義されているよとあるんですけど、いやそんなことないです。機械器具等でないものは全てじゃないですね。他にもあったじゃないですか。そうなんですよ、例えば医薬部外品だったりとか化粧品とかですね、そうですね、ここにありますね、医薬部外品だったりとか化粧品とか、そういったものもですね、これありますので、だから、機械器具等だけっていうわけではなく、機械器具だけじゃなくて医薬部外品や化粧品とかそういったものもね、該当するものあるので、それ以外のものが医薬品ですよというものになりますから、3番は誤りです。はい、それから4番ですね、動物の疾病の治療に使用されることが目的とされるものは、医薬品、医療機器等の規制対象外ですよとあるんですけど、いやそんなことないですね。人または動物のっていうふうに入ってますから、なので、こちら、この、ごめんなさい、薬機法のところで、薬機法のですね、この動物の、お薬に関してもですね、規制の対象ないとなりますので、外じゃないですね、内側に入りますので、なので4番は誤りとなります。はい、ということで問い84は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い85番です。法の規定により販売需要または、販売需要の目的で製造、輸入、貯蔵もしくは陳列をしてはならないとされている医薬品について説明をした次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えはこちらも2番が正解となりますね。はい、 A、B は正解、それから C なんですけど、タール色素の種類や用途に関わらずタール色素が使用されている医薬品というところで、このタール色素ってそもそもなんだろうというところでは、タール色素というのはこれはそう着色料でしたよね。そうなんですよ。なので、そんな着色料認められているものは使っても OK です。ただ認められていない着色料とかもあるので、まあタール色素ですねがありますので、そういったものは使っちゃダメなんですけど、認められていれば OK です。そうなんですよ。なので、まあ着色料なので、例えばこうかき氷とかに美味しいですよね、いちご味だったりとかいろいろあるじゃないですか、あれね、赤色何号だったりとか青色何号という着色料が入ってますので、医薬品にもですね、そういった何か区別をつけるためにとか色をつけることもありますので、まあそのようなところでは、認められていればですね OK となりますから、 C は誤りです。はい、それから D は正解なので2番が正解となりました。では次行きましょう。問い86番です。要指導医薬品に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、 A なんですけど、これ誤りですね。要指導医薬品は、当該医薬品の製造販売業者の意見を聞いた上で薬事食品衛生審議会が指定するよってなってます。これ誤りなんですけど、じゃあ何かというと、まず、要指導薬品を指定してるのは誰かっていうところでいきますと、要指導薬品、そのように医薬品、この医薬品をこれに決めますよとかっていうのを判断を下してるのは薬事食品衛生審議会じゃないですよね。そう、薬事食品衛生審議会ではないです。どこかというと厚生労働大臣が指定してますから、なのでここ、薬事食品衛生審議会が指定しているわけではありません。
そうなんですよ。じゃあ、この薬事食品、まあ通称薬食神って言ったりするんですけど、この薬食神が、は何しているかというと、厚生労働大臣ってお薬の超プロ、まあ専門家ではありませんので、なので、このお薬だったりとか食品に関する専門家が、集まる、まあ政府の分科会のようなものになるんですけど、そちらがですね、要はまあそのお薬食品のね、プロ集団がおりますから、大臣がですね、いろいろ意見聞いていくんですよ。ね、これどうですかねみたいな感じで聞いてて、おー、いいんじゃないですかみたいな、まあ、そんな軽いノリじゃないですけど、ね、まあ、そういったところで、この薬事食品衛生審議会というのは、関係してきますから、なので、意見を、ね、聞くのは、大臣がここのところね、薬食神のところに意見を聞いていきますので、なので、当該薬品の製造販売業者の意見を聞いたら、まあ、なんかちょっとね、こう、話聞くかもしれないですけど、でもここの意見というよりも、ここ、薬食神の意見を聞いた上で、大臣が指定しておりますので、A は誤りとなります。はい、それから B は正解、それから C、要指導医薬品は医師または、歯科医師が、診察をして、患者の様態に合わせて処方量を決めるものですよ。いや、そんなことないですね。要指導薬品は市販薬で売られてますから違いますよね。だから今回ここの記述は医療用医薬品の記述になりますので、なので、誤りですね。はい、ということで C は誤りで、それから D は正解なので答えは4番が正解となりました。はい、ではいいですよか、大丈夫ですかね。はい、では次行きましょう。問い87番です。毒薬及び劇薬に関する次の記述の成分について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となりました。はい、A なんですけど、毒薬についてはその直接の容器などに、黒字に白枠、白字を持って医薬品の、品名及び毒の文字が記載されていなければならず、劇薬についてはその直接の容器などに、赤字に、白枠、そして白字を持って医薬品の品名及び劇の文字が記載されていなければならないとあるんですけど、これ×ですよね。どこかと、これよく引っ掛けてみます。こういう問題よく出てきますからね。これなんか文字だけ追っていくと、んー、どっちだったっけなってなりますので、なんかぜひ皆さん絵とか書いていただくこともいいかなと思います。はい、で、まあ、絵とかね、色塗りとかね、していただくと、これ、ね、ちょっと記憶に残りやすいので、で、何かというと、こちら劇薬、ちょっと一番下に書いてみました。劇薬はこちら白い下地に、そして赤い枠で、そして赤い字で品名、そして劇の文字が必要になってきます。はい、なので、こちら、劇薬、毒薬、どうだったっけなーというところですね、しっかりと記憶をしといてあげてください。大丈夫でしょうか。こちらですね、毒薬、劇薬のことについての内容となりますので、これよく引っ掛けていきます。なので、こちら覚え方としてはですね、毒薬に関しては、黒字に白枠、白字なので、黒い下字に白い枠、黒い下字って何？そう、黒板をイメージしていただいて、黒板で白いチョークで書くようなイメージですね。そして劇薬に関しては白い下地で白い枠で白い文字、ああそうですよね、ホワイトボードをイメージしていただくと、このあたりね、覚えやすいかなと思いますので、ぜひぜひちょっとイメージしてあげてください。それから毒の文字、劇の文字、これ毒薬の文字、劇薬の文字じゃないですよね。毒という単体の文字、劇という単体の文字になりますので、ここを間違えないようにしておきましょう。はい、ということで、こちら答えは、あとちょっと待ってくださいね。まあまだですね、ということで A は、誤りですね。それから B、毒薬または劇薬を取り扱う医薬品の販売業者は、それらを他のものと区別して、貯蔵陳列した上で、特に劇薬を、貯蔵陳列する場所については鍵を施さなければならないとあるんですけど、確かにかけてもいいんですが、施さなければなら絶対にやんなくちゃいけないわけじゃないです。
絶対に鍵をかけなくちゃいけないのはこちらですよね。毒薬は絶対にかけなくちゃいけない。劇薬はどっちでもいいです。かけても OK、かけなくても OK という形になりますので、ここ間違えないようにしておきましょう。ということで B は誤り。そして C と D は正解なんですけど、C も、毒薬または劇薬を14歳未満14という数字、他の数字18歳とかで聞いてくることもありますので気をつけましょう。それから D もですね、これお客さんから、品名とか数量とかを書いたんですね、書面とかをですね受け取らなくちゃいけないので、こういったものをお客さんに書いてもらう、そしてその譲渡人なのか譲受人なのか、このあたりもいろいろ引っ掛けてきますので気をつけておきましょうね。はい、ということでこちら D は、正解となりますので4番が正解となりました。では次行きましょう。問い88番です。法に基づく医薬品の法定表示に関する次の記述について、誤ってるものですよ。はい、誤ってるものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が誤っております。はい、製造販売業者または製造業者のいずれかの氏名または名称及び住所が記載されていなければならないとなっているんですけど、はい、こちら、いずれか、というところじゃないんですよ。でもこれ、製造販売業者のになりますから、いいですか？製造販売業者の氏名または名称及び住所が記載されていなければなりませんので、製造業者のはいりません。そうなんですよ。はい。なので、1番、そこが誤っております。はい。それから2、3、4は正解なんですけど、このあたりもしっかりと、よく出てくる内容となりますので、押さえておきましょうね。はい。では、問い88は1番が誤っている内容でした。では、次、問い89番です。医薬部外品及び化粧品に関する次の記述について、誤っているものを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が誤っております。1,2,3 正解4番なんですけど、4番は医薬部外品や化粧品の販売には、医薬品のような販売業の許可は必要ないが、そうですね、販売業の許可は必要ないです。そして、販売開始から、30日以内に、都道府県知事宛てに届け出を行う必要があるとあるんですけど、これ後半が違うんですよ。何かというと、まず、医薬部外品。医薬部外品は、これ届け出じゃないです。医薬部外品は、承認、品目ごとの承認をもらわなければなりません。そうなんですよ。で、そしてですね、化粧品、だからこれ品目ごとですよ。この、今、品目についてね、お話ししてます。品目のことですね。で、化粧品に関しては、品目ごとに、これ、あらかじめ、届け出になります。はい、だから、こちら30日以内に届け出ではありませんので、はい、こういったところが違っておりますし、さらにですね、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣より、この品目ごとの承認をもらわなくちゃいけないし、届け出を行わなくちゃいけませんので、はい、このあたりいろいろ違っておりますので気をつけておきましょう。はい、ということで4番が誤っている内容となりました。はい、では次最後ですね、問い90番です。保健機能食品などの食品や、いわゆる健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは、2番が正解となります。A なんですけど、栄養補助食品、それからは、栄養補助食品ですね。栄養補助食品は、健康増進法に規定されているものであり、必ず消費者庁の許可などのマークが付されているよとあるんですけど、違います。まずは、こちらの栄養補助食品と呼ばれるものは、いわゆる健康食品と呼ばれるものになるので、これはですね、特に、私たちここで勉強しなくちゃいけない4つの食品がありました。それとはまた違いますよね。栄養機能食品が、その内容になってきますから。でも、ただ今回のここ、健康増進法に規定されていて、消費者庁のマークがついているのは、これは
特別用途食品と、それから特定保険用食品になりますよね。だから、なんかこう、てるてる坊主みたいなマークがあったりとか、万歳してるマークがあったりとか、そういったところ、それがですね、消費者庁の、許可のマークがされているものになりますので、このあたり、いろいろな、こう、ちょっとね、高度な引っ掛けもいろいろありますので、まずは A は誤りとなります。はい、そして B は正解、そして D なんですけど、機能性表示食品は、販売前に安全安全性及び機能性の根拠に関する情報を消費者庁へ申請し、個別の許可を受けたものですよとあるんですけど、はい、こちら違いますね。これ機能性表示食品に関しては、安全性及び機能性の根拠に関するものですね。それを、届け出をしていきます。何かあったら困るのでね。で、個別の許可とかはですね、これ受けておりませんので、機能性表示食品、そういった個別の審査を受けたものではないよとかね、そういった、表示とかもしてあったりしますので、なので、このあたり、C は誤りとなります。はい、ということで、ここですね、いろいろ難しいところが入っておりますので、気をつけておきましょう。はい、そして D は正解となりますので、こちら答えは2番が正解となりました。はい、ということで、こちら薬事法規、特に第4章のところはですね、ちょっと難易度がぐーんと上がっておりますので、ぜひぜひですね、苦手とされている方、過去問、過去に行った過去問ですね、どんどん解いていただいて、少しずつ慣れるようにしておきましょう。特に、四国ブロックに関しては、あちらですね、4章の条文、関係条文のところまで、手引きのところですよ。手引きの、本編ではなく、条文、関係条文のところ、参考って書いてあるところあるので、そこからも出題がありますので、皆様ですね、なんかこう、俺、参考書に載ってないなというところであれば、ぜひ手引きも、どんどん探していただくようにしてみてください。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひ下の概要欄からご登録をお願いいたします。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。